幸せは歩いてこないんだから、歩いて行くんだね。ワンツーワンツー。パレードは午前11時から始まり、あきる野市の五日市署から武蔵五日市駅までおよそ1キロを30分かけて、一日署長で演歌歌手の水前寺清子さんなど160人が交通安全を呼びかけました。五日市署管内では交通事故の半数が高齢者が関係する事故で、橋本春彦署長は関係機関と力を合わせて交通事故や犯罪のない街づくりに取り組みたいと訓示しました。春の全国安全運動は今月6日からの10日間で、事故防止に向けた取り締まりの強化などが全国各地で行われます。